はい、おはようございます。8月の9日、今日2号地です。2号地の昨日やりきれなかったあのナスのシチューを作っていきます。昨日ね、収穫しててもう暑くて詳しい濡れる収穫してたんですけど、サンマルタウンのところはもう草がすごかったんでちょっと中断しました。で、これこのラインこのナス、ここらナスとここもナスです。で、間にこうトマトが入っててね、でこの辺り、あとね、向こうがここにもあります。もう3本の畝かな。もうここまでね、もう僕の溝落ちぐらいまでの高さが1メートルぐらいの高さになってるんですよ。で、ここまで支柱なしで育ってるんだけど、さすがに横に倒れてくるし、ここからね、秋になってくるとちょっとね、葉っぱが細くなってくるんで、ね、静止、枝の整えるのもやろうかなと思います。はい。そうしないとね、ちょっと実りもある感じですね。ということで、草を刈りつつ、支柱を立てていきます。はい、もう、今1時ぐらい、1時過ぎなんですけどね。風があってね、空気がカラッとしたら作業できません、ね。気温32、3度ぐらいだったらね、まあ作業できるんだけど、水飲まなきゃやばいですね。ただちょっと休もうかな。これね、何時間、2時間、3時間ぐらいかな。2時間ぐらいかな。やって、とりあえずここまで作りました。こんな長くなくてよかったです。竹をね、こういう、太さ3センチぐらいの竹を、70センチぐらいあれば十分です。切って先を尖らして、まあ、30センチぐらい打ち込むんですけどね。上に40センチぐらい出して、で、この地上部から、まあ30センチから40センチぐらいの高さで、横の棒を渡します。で、これ高くなればなるほどね、この縦の杭にかかる負担は大きくなるんですけど、低い方がね、負担が少なくて、倒れにくいんでね、強度が出ます。で、低い位置でも十分なんですよ。ナスなんかこの、生え際からこれ、まあ35センチぐらいかな、40センチないぐらいのところに横棒を渡して、で、ここで縛ってます。で、ナスってトマトとかと違って結構しっかりするんですよ、茎がね。もう木みたいになるんで、この高さで一回押さえてあげれば、あとは自立します。で、これ以上伸ばすんだったらもう一段足さなきゃいけないんだけど、あんまり高くすると台風の時にやられちゃうから、まあ、上に伸びないようにちょっと根を切ってあげる。剪定してあげて、整えてあげてもいいかもしれないですね。うん。で、今雨がね、12日間くらいかな。7月28日からもう降ってないんですけれど、まあまあ結構できてます。ここも取った後です。今ね、実をね、ある程度落として取った後なんですけど、これルイジアナロングね、こういう緑色の細い長ナスですね。こういう感じかな。つるんって。これなんかね、いい感じです。あんまりでかくなるとね、皮が硬くなって美味しくなくなるんですけど、これ柔らかくていいですね。これプニプニ。こういうのがね、いっぱいできます。これもかなりね、放散性たくさんできるタイプですね。で、この辺取ってね、こういう風にして立てました。ちなみに、ビフォーはこういう感じです。もう横に立て、倒れちゃってたんで、これをね、支柱を立ててね、グイッと持ち上げることで、こんだけしっかり立つんですよ。いいね。で、こっちじゃない。で、同じようにこっち側もやってます。こっちはリトルフィンガーですね。で、ここには、サンマルタのトマトが植えてあります。じゃあね、ちょっとね、リージアンロングよりはちょっと低めの小さめのやつなんですけど、これもね、かなり小さめの長さがたくさんできます。これぐらいが食べ頃かな。もう少し大きくなってもいいかな。こんなちっちゃいうちからね、しっかりナスの形なんですけどね。これもある程度取った後です。取る前はこんな感じかな。これ結構できてるでしょ、こんな感じでも。これ、一房からね、だいたい3つか4つぐらいになるんですよ、これ。リトルフィンガー、小指っていいかな。これぐらいかな。うん、これ以上大きくなるともう美味しくないんでね。多分、でもこれも多分、多少雑種になっちゃってるからね。純粋なリトルフィンガーじゃないような気もするんですけど、まあ、これぐらいだったらプニプニして柔らかいんで美味しいです。ただちょっとね、漬物とかにあんまり向かないやつですね。果肉はしっかりしてるタイプなんでね。で、こうやって上に立ててあげることで、風通しが良くなります。で、ここトマトたちにもね、しっかり風が入ってね、いくら自培トマトはいいな、風が入らなかったり、光が届かなかったり、光はまあいいにしても風通しが悪いと蒸れちゃってね、傷みやすくなってたんでね、カメムシなんかにも吸われるし、こうやって立てて風を通してあげることでかなり良くなるはずです。で、こっち側にもトマトが植えてあってね、今できてますね。これサンマルタのまたちょっと収穫したいところですね。とまあこんな感じでかなりいいですよ。この70センチか80センチぐらいの竹の杭を打ち込んで、で、この横の棒はね、長さがだいたい1800、1メートル80センチか2メートルぐらいで切ってあって、ついであります。で、間に1本入れる。だから、今回は1メートルから90センチぐらいかな。
これかなり安定性があってね、いいんじゃないかと思います。これ今年初めてだったけどね、こいつをスタンダード、ナスに関してはこれスタンダードでいいかな。ナスとピーマンね。で、背が高くなるトマトは、あの向こうでやったように、こう、ヤグラにする。で、引っ掛けていく、ゆるゆい。これがいいんじゃないかなと、今、思っています。はい。まあ、あとあっち側もやって、今日は終わりにしようかな。はい、これもう収穫したんですけどね、この前あの支柱を立てて1週間ちょっとかな、10日ぐらいは経ったかな、いい感じです。この台風にもね、あのしっかり耐えてくれて、あの台風の結構風強いやつが来たんですけど、この高さはね、全然振られることもなく折れることもなく、この位置でね、あの固定されれば全然大丈夫でした。で、これ途中まで今ね収穫したんですけど、今ここのここからねまだやってなかったんでね、ここから取ってます。で、これ真っ白なこれね、これナスです。これも白ナス、スノービーっていうね、雪のような白さって意味だろうね、多分。真っ白。で、これちょっとね、今映したのがルイジアナロングっていう緑色の長ナスなんですけど、これがね、交雑してます。こういうふうにね。どうせ混ざるんですよ、あの多少はね。で、なので、これをもう一回ね、固定させるために、この白いやつを選んで取っていこうと思います。これもね、白ナスなんですけど、ちょっと緑、うぐいするみたいなしてるでしょう。なので、ね、こういう風に交雑しちゃってるんでね、こう同じやつでもちょっと緑のやつとか白っぽいやつができてますね。で、ルイジアナロングの方もあの白ナス多分交雑しちゃってるやつがいて、時々ちょっとね、本当はこういう細長いんですよ。もっと細長いぐらいなんですけどね、ちょっとこういう感じのやつ、やや丸っこくなってるやつなんかもあります。なのでね、ちょっと固定作業をさせていかなきゃいけないですね。これなんかだいぶルイジアナロング寄りの白ナスでしょうね。このラインは一応白ナスの種で取ったんですけどね。こっちの方はリスターダデガンジア、これね、いっぱいできてますね。こいつはね、あの他のナスに比べたら実のつき方は少なめのやつです。その代わり一個一個大きいね、丸ナスみたいな感じです。まあ、取ってあのもう1週間ぐらいね、ずっと収穫地に置いてあるんでね、だいぶできてます。で、ここから白丸ナス、まあ、白丸といっても、まあ、あの緑色なんですけどね、これも丸ナスです。この二つはね、トロナスですね。あの、加熱するととろけるようになるやつ。めっちゃできてるな。取らないか。すごいできてる。すごいできてる。で、ちょっと白っぽくなってくるとね、もうちょっと硬くなってくるんでね。まあ、ナスの美味しいのは触って柔らかさがあるかどうか。触ってもカチッとしてたらもうちょっと中で種ができちゃってしょうがないですね。トゲささといて。ルイジアナロングなんですけどね、熟すとね、黄色くなってきます。こういう感じ。まあ、大体ナス大体黄色くなりますね。白っぽい、あるいは緑のナスっていうのは熟すと黄色になって、で紫色とかナスはだいたい茶色くなりますね。うん、これなんか交雑しちゃってるね、リスタート。多分これはリトルフィンガーかな、ね、ちょっと細長くなってるの。これも白丸と何か他のやつが交雑してなってます。でもいい感じにできてますよ今。これね、あの直射日光に当てるの良くないんですよ。あのこういう風に日光に当たるとこう白くなっちゃったりとか、あの実が焼けたりするんですね。特にトマトなんかもそうなんですけど、夏は日差しが強すぎるんでね、あの適度に日陰になってるぐらいがいいです。よし、ちょっと出荷していきます。